野ヶ里町のふるさと納税の返礼品として私の作る犬の無添加おやつを選んでくださってありがとうございます。私が作る犬の無添加おやつの、ドライフルーツについて簡単にご説明いたします。現在4月なんですが、4月はいちご、ドライいちごやドライデコポンやドライリンゴを作っています。吉野ヶ里町で作った、果物を中心にドライフルーツを作っています。農家さんから直接完熟の果物を購入し、完熟で新鮮な状態の果物でドライフルーツ作っています。できるだけ栄養価を損なさないように、温度を高温にせず50度以下の低温でゆっくり乾燥させて仕上げています。私が作る犬の無添加おやつは、犬の無添加おやつとして製造販売の許可を取得していますが、飼い主さんも一緒に食べられる品質です。ワンちゃんと一緒に無添加のドライフルーツを食べていただくことができます。現在購入していただいたお客様の感想では、自分が食べ過ぎたとよく聞いています。飼い主とワンちゃんが一緒に食べられる品質のドライフルーツです。愛犬の彼が食べ物にアレルギーがあることをきっかけに、手作りご飯や手作りのおやつをこれまで作って与えてきました。そのためにペットの食育士の勉強をして、彼と彼女のご飯やおやつを作っていたんですが、佐賀県に住むようになって、ひょんなことから犬の無添加おやつを作ることになりました。ペットの食育士の勉強がこういう形で役立つとは思ってもいませんでした。もともと好きなことなので、おやつを作ることはとっても楽しいです。ずっと以前は人間の鍼灸師として活動していました。鍼灸師の教員でもありますので、東洋医学的な考え方を持っています。東洋医学では医食同源と言い、日頃からバランスの取れた食事をとることで病気を予防したり治療に役立てたりするという考え方があります。あまり複雑なものではなく、シンプルなもの、食材を使い、シンプルな調理法で作ったヘルシーなおやつを家族であるワンちゃんにも食べさせてあげたいなと思って、犬の無添加おやつ作っています。一年通すと季節によって果物が変わります。春はいちごやデコポン、
もう少しするとブルーベリー、秋になると柿やみかん、りんごなど季節に合わせたドライフルーツを作っています。気に入っていただけましたら、1年間通していろんなドライフルーツを食べてみてください。では。ありがとうね。愛犬のチワワのマロとヨークシャテリアのハリー、いずれも8歳です。田舎暮らしを楽しんでます。